も2箇所右側も狙います。領収書はいらないです。どうも。うまく渡せたかな。ちょっと中途半端に紐が戻らない。リールが戻らなくなったぞ。なんだこれ、若干不具合発生。不具合発生。リールが伸びきってしまった。紐が戻らない。参りました。味覚の道であります。ここをね、もうひたすらまっすぐね、南知多半島、先っぽの今日は諸崎までね行こうかなと思っておりますが、もう2023年、12月終わりになりましてね、今年の大反省会ツーリングと、もういろんなことがあったりなかったり、なかったりあったりね、いろいろありましたので、今日は大反省会ツーリング知多半島ということでお送りしてみたいなと思っております。今年のねもう反省会を今日、やってですね、良かったこと悪かったこといろいろあるかもしれないんですけれども、まずはね今年の5月にこのレブル 1100T の DCT をね購入いたしまして、長年乗っておりましたゴールドウィングをね9年間乗っておりましたけれども、それをねこう入れ替えて、こいつに乗ることになりました。もうね GL はね、4万2000キロぐらい走りましてね、5回ぐらいね立ちこけをして、必死こいて420キロの重さのバイクをね持ち上げて、えらい目に遭いました。まあその教訓というのもありましてね、いろいろなことを覚えました。ああいう重量の大きい車は、車じゃねえやバイクはね、なかなか自分には合わないのかなと、もうまっすぐしか走ることができませんでしたね。で、あとはまあロングツーリングはね非常に楽なんでありますが、まあ、風にねビビってトラウマになって、もうずっとバイクに乗るともう風がね気になってしょうがないということでね、未だに風が怖くて、なかなかね高速乗ることができませんけれども、そんなところのね今年も日帰りツーリング行きまして、温泉ツーリングだとかねてっぺんツーリングだとか行って、先っぽのところへねこうてっぺんのところ、見晴らしのいいところ何箇所か回りましたし、今までにはなかったね、ところ、行くことができました。まあちょっと企画もので、ポツンと景勝地というのを1回だけやったんですけれども、GB でね下栗の里のところのめったに行かないようなところの山道を行ったら、久しぶりに何年ぶりかで立ちこけをやってしまいましてね、ひどかったです。あれまだね右脇腹が痛くて
多分ひびが入っているんでしょうけれども、未だにまだ完治しておりません。年越しになりそうですね。最後に大きなのはこのねスクリーンですよね。このスクリーンはね欲しかったです。ナビもやったし、いろんなちょこまかちょこまかとプチ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 カスタムしました。で今日はこのね味覚の道、前回走った時に新しい道がもう開通してたので、その先がねどうなってるのかっていうのを少し追求したいなと、思います。これを左ですね。この先トトロの道がトトロの家があるので、そうじゃなくて一部ねこれを細い道を行きます。ここです。ここふるさとロードね。こういう感じの天に続く道の感じがないもんね。電柱ね、電柱がいっぱい並んでいるところ、宇都宮4キロ先がいまいちよく分かってなくて、新しい道路の先がね、その先がどこへどういうふうにつながっているのかを、その先をこう十字路のところをまっすぐ行った時にどうやって最後まで行けるのかが分かっておりません。ですから今日は行き当たりばったりです。父停止です。見えにくいんだよね。さあ南千田の先っちょの方まで一応ナビをセットいたしました。この先はどこまで行けるんでしょう。確か去年ぐらいねこの右側の山の中をね走るルートをね、行こうとしたんだけど道がなくて、失敗しましたけれどもね、もう新しい道があれから1年後にできちゃいましたよね。おガードレールがまぶすい、まぶすいぞ。この上何なんだろう、砂利道か。いやほんとこれ最近できたばっかだね。いつできたんだろう。
ているということなので、行ってみよう。ここは昔の道だな。農道になってるもんね。さっきの区間だけが新しいとこ。ここなんか広げてキャベツ畑。お、すげえキャベツ畑だな。おお、一面キャベツだ。これは農道だね。水仙ロードですか。あ、なんかちらっと遠くが見えたな。まだまっすぐ行けんじゃねえかな。これは左だね。右か左か。なんとなく左かな。ここで終わりかな。ここが有料道路終わったところだね。今年のラストランです、ね、最後はやっぱり気持ちよく帰ろう。うん、穏やかな日であります。よいしょ。Wait.
めでたしめでたしであります。本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。今年見てくださった方々本当にありがとうございました。ね、また来年も頑張りますのでよろしくお願いします。